強セラディーグの WX-04KWX-04K は強セラによって開発された Y モバイルの Android 搭載 PHS 3G デュアルモード対応端末である。相性はディーグのデュアル Y モービルへのブランド移行後も本端末は従来のウィルコムブランドのままで販売されていた。ウィルコムブランドとしては初となる Android 搭載スマートフォンであり、 初期型は NTT ドコモ、後期型はソフトバンクモバイルの 3G モーを利用した音声通話及びデータ通信を行うことが可能である。ただし、プラチナバンドには対応していない。OS は Android 2.3、4だが2013年4月11日に Android 4.1へのアップデートが開始された。お財布形態及びテザリングには対応していない。音声通話は PHS とソフトバンクモバイルの MVNO による回線の両方が利用可能で2つの電話番号が付与される。また、PHS 及び 3G 回線用の電話番号は MNP を利用できる。ソフトバンクモバイルから本機の 3G 回線宛に発信した場合にはソフトバンク同士の通話とみなされるためにホワイトプランの無料通話対象となる。なお、 y モービレブランドに移行後のスマホプランに変更すれば 3G 番号からも誰とでも定額相当のサービスが受けられるデータ通信についてはウィルコムコア 3G によるもののみに対応する端末及びネットワークの使用上の都合から従来のソフトバンクブランドによる端末で使えたソフトバンク .ne.jp 及びウィルコムの回線で利用可能な pdx.ne.jp ないしは w i l l c o m c o m のいずれも利用できず、本端末に利用できる、プラン専用のメールドメインである、wcm.ne.jp を利用する。したがって、ライトメールの利用は不可だが、sbm 網を利用した sms と mms を利用することは可能。なお、本機種に変更した場合でも、従来のメールアドレスは消滅するわけではないので、 転送サービスを利用して、旧メールアドレス宛てのメールを受信することは可能である。本機からは、オンラインサインアップへのアクセスはできないが、マイウィルコムにて、メール転送設定の変更が可能である。以上のような体系をとっているのは、スマートフォンを使いたいが、ウィルコムの定額プランである。誰とでも定額も合わせて使いたいユーザーを取り込むため。なお、 ウィルコムブランドの端末としては初めて緊急地震速報に対応しているが、ウィルコムコア 3G で対応する形となるため、自社対応ではない。また、緊急速報メール関連の対応は、発売時点では予定されていなかったが、緊急速報メールは2012年9月4日、公開のアップデートで対応された。ありがとうございます。